雄別町は、オホーツク総合振興局管内中部、オホーツク海沿岸に位置する町。地名は、アイヌ語で長ザメを意味する、ユペカ、雄別に由来するとされる。オホーツク海に面し、雄別川川口に位置する。町東部には、サロマ湖がある。町内では、黒曜石を産出する。今から約1万2千年から2万年前の旧石器時代に、雄別技法集団により、 雄別川の源流に近い白滝の路頭で産出された黒曜石を薄くこの技法を雄別技法と呼ぶ詳細は雄別技法を参照雄別町は1661年に全島を巡行した吉田作兵衛が作成した地図元禄奥に江図は現存していないが元禄奥に江図の模写と言われるものにオホーツク沿岸の地形柄不正確とはいえ 夕べ地の地名が記されており、この地図と同時に報告された、正木東高町には、北見沿岸は西江戸地に含まれ、夕、べ地、のトロ、志予骨、お骨ぺ、ほろうち、つうえ、ち、その七部落が、夕べ地のうちと記されていて、アイヌ民族の生活圏であった時代に、夕べ地地区が北見沿岸を代表する使用地であったことを物語っている。 松浦武四郎は、ここを寄港文、有編都市に記している、東田兵の入植した地であり、現在も北平村、南平村の地名が、町内に残る。旧有別町地方斎等の残高地方斎等の、残高合計85億3879円。旧上有別町地方斎等の残高地方斎等の、残高合計77億8224万円期間産業は、 漁業、落農、農業など、日本最北のリンゴの産地である、郵便局間郵便局エンガル北センター2016年4月から、分庁方式が採用されている。海外、編集国内、編集保育所、編集課、未有別、チューリップフェアサロマ湖畔の産後層、リュウグ街道後、鹿山スキー場ファミリーアイランド U サロマ湖町内を、鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道赤北本線遠軽駅。廃止された鉄道、編集かつては、名寄本線、有毛線、有別軌道が通っていたが、いずれも現在は廃止されている。かつて存在した駅は次の通り、有毛線代替バスで網走バスが乗り入れていたが、現在は路線廃止されている。なよ本線代替バスで名刺バスも乗り入れていたが、 路線短縮により現在は2社のみ乗り入れる。主なタクシー会社高速道路、一般国道一般道道,道の駅1942年5月、海岸に2個の嫌雷が漂着、公開爆破処理の作業中に1個が不意に爆発、死者106人、負傷者130人を出す。詳細は、有別嫌雷事故を参照。ありがとうございます。